皆さんこんばんは。2月15日のショーチャンネルです。今日はですね、2つですね、2回もトーンの方の、環境エネルギー調査会の勉強会がありました。はい、で午前中はウェールズ、そして午後はドイツの事例を学びました。午前中のウェールズの件ではですね、国立環境研究所の方を招きましてお話を聞いて、まあ、ちょっとそのエネルギーのことから離れるかもしれないんですが、なるほどなと思ったことがあるので、紹介をしたいというふうに思います。それは海外の研究で指摘をされている4つの政治的なショートターミズム、これ近視眼的になっているということなんですが、これが指摘されているっていうんですよね。なるほどと思いました。その中身は何なのかというと、一つ目はまず、これはすいません、上から目線で言ってんじゃないですよ。こういう指摘がされているという研究でね、という意味で聞いてください。一つ目は有権者が、やっぱり近視眼的になってしまっているということです。やっぱり目の前が非常に重要ですから、目の前を良くするためだけの政策とか、そういうのをやっぱり求めてしまっていると。で、2つ目が政治家が近視眼的であると。そういった、目先というか目の前の事例に対応して、結果的にプラスに、長期的に見るとプラスにならないところがマイナスになるようなことを、やっぱり選挙の間隔が短かったりとかすると、近視眼的になって、政治家もそういうエラーを起こしてしまうということなんだそうです。書いてあるのが、やっぱり短い選挙間隔により短期成果を追求しがちになるということでした。気持ちはあったとしても、遠い将来の利得を証明説得することが困難という現実に政治家は置かれていると。それもよくわかりますね。で、次は利害団体が近視眼的であると。やっぱ団体さんもやっぱ目の前のこと、景気が良くなかったりとかすると、やっぱり目の前が一番大事になってくるので、短期的な利得の追求になると。で、政治的影響を通じて長期コストを他社に移転しようとするというような研究の結果も、研究で指摘がされているということでした。はい、4つ目、最後は、将来世代が今の政治決定に関われないというところ。これがショートターミズム、近視眼的になってしまう政治とか社会とか、それによって引き起こされる問題点の原因になっているということで、そうだよなというふうに思いました。将来の現役世代はやっぱり政治決定に今関われないですよね。若すぎたりとか、また生まれてなかったりとか、だからこそ私たち政治家はやっぱり長期的な目標を立てて、しっかりと今の環境とかを次の世代に残していくということが重要なんだというふうに思いました。言うと理想を言うのは簡単なんですけれどもね、やっぱり近視眼的にならないように、やっぱり中間層をしっかりと底上げしていくということが重要だというふうに思っています。今の政治は、なんて言うんですかね、ある種のその人の増悪の部分ですよね。そこを利用して、票を稼ごうとするような流れもやっぱりあったりとかしますから、そうならないような形で長期的に見て、私は、きちんと社会保障の拡充とか、そして教育費ですよね。これ重たいから皆さん今貯金をしなきゃいけないみたいな感じになって、目の前の消費ができなくて、経験はあまり良くならないっていうところがやっぱりありますから、個人消費がもうちょっと上がるような形でね、そうすれば少しずつ人にも余裕が出てくるんだろうというふうに思っています。何でも今自己責任的に教育費の負担が重すぎる、将来の老後の不安があるから貯金しっていう形になっていると思うので、そうしたところをやっぱり解消できるような責任ある政治をしていかなくてはいけないんだというふうに思っています。だけれども私が何が言いたかったかというと、環境エネルギーの勉強会なんだけれども、このショートターミズムですよね、近視眼的になっている政治が今行われているのではないかとか、ある種のポピュリズムだったりとかすると思うんですけど、目の前でなんかね、キャンディー配ること、そのキャンディー食べちゃうと将来的にその虫歯になって、ちゃんとしたその健康が得られなくなってしまうみたいな状況のことが今政策として出てくるというようなところもやっぱりあったりしますので、私はそうならないように、参議院議員なので6年間あるっていうところは、やっぱり長期的な視点で政治考えなさいよっていうことだというふうに思っておりますので、参議院議員としての、仕事をしっかりしていきたいなというふうに思っています。明日は環境エネルギー調査会の方で、私は質問に立つ予定です。また明日。